スローフードのロゴマークスローフードは1986年にイタリアのカルロ・ペトリーニによって提唱された国際的な社会運動。ファストフードに対して唱えられた考え方でその土地の伝統的な食文化や食材を見直す運動、またはその食品自体を指す。より広い概念のスローライフ運動の一部として提唱された。この活動は 現在150カ国以上10万人以上の会員を持つまでに広がっている。持続可能な食文化を見直し、地元の小規模事業を支える等のその目的は、農産物のグローバリズムに反対する政治的な位置づけで捉えられることもあり、さらにスローシティ運動へと発展した。スローフードの理念は、ジャン・アンテルム・ブリア・サバランの著書が大きく影響した。 1989年のマニフェストに、人は喜ぶことには権利を持っているというコンセプトを発表し、また、同年パリで開かれた国際スローフード協会設立大会でのスローフード宣言を経て、国際運動となった。その後、美食とは何かという問いかけから、伝統の食事、素朴でしっかりとした食材、有機農業、健康に良いものに関心が向かうようになり、 一挙に人の注目を引くようになってきた。その後、世界各地に支部を設立し、共鳴者を集めている。シンボルマークは、カタツムリである。資料深い、ゆっくりのいい。初期のスローフード運動は主に、ヨーロッパやアメリカの美食家たちが、コミュニティにおいて、食の保護活動を行うにあたって、イベントや出版物を通して、それらの活動に参加する手段を提供するための、 ネットワーク化の運動であった。その後、スローフード運動は、食文化に環境や社会的構成の要素を含めた実践的なものとなり、関連する NGO を取り込みながらネットワークは拡大した。1980年代半ば、ローマの名所の一つであるスペイン広場にマクドナルドが開店した。このことが、ファストフードにイタリアの食文化が食いつぶされる。 という危機感を生み、スローフード運動につながったという。1986年、イタリア北部ピエモンテ州のブラの町で、スローフード運動が始まった。当時、ゴーラという食文化雑誌の編集者だったカルロ・ペトリーニが、イタリアヨカ、文化協会という団体の一部門として、アルチゴーラという美食の会を作ったのが始まりである。アルチ自体は、 120万人以上の会員を要する草の根的なイタリアの文化復興運動組織である。土着の文化、つながりをベースにしており、スローフードの理念と密接な関わりを持つ。島村夏の著書、スローフードな人生の出版後に日本でも一般に知られるようになった。2000年頃から浸透し始め、2004年10月には正式にスローフードジャパンが設立された。 日本におけるスローフード運動の取り組みの一つには各地方で伝統的に栽培され食されてきた固有の品種や加工食品のうち気象で消滅しようとしている食を守ろうとする運動として味の運ぶねがある。2002年循環型農法による古代米生産を行う竹富勝彦がスローフード大賞を受賞した。アジアでの受賞者は初めて。 http://slowfood.com-abslowfoodinternational 監修スローフード大全、2009年31ページありがとうございます